本日はですね、サイバーエージェントの曽山さんにお越しいただきました。曽山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今は曽山って名乗ってます。よろしくお願いします。今回は曽山さんにリモート化の新社会人がどう振る舞うべきかについてお聞きできたらなっていうふうに思ってます。なるべくまめに連絡をするっていうことですね。細かく、これをすごく大事にしてますね。細かく返事するっていうのは、これはなんかある種のほうれん草みたいなところで言われてる中だと思うんですけど、線引きとかってありますかね。線引きはもうとにかく上司からほうれん草多すぎだからもっと減らしていいよって言われるまではやっちゃえばいいと思うんですよね。私はやりすぎほうれん草っていう言葉を使ってますけども、ほうれん草はやりすぎでちょうどいいと最初は。で、そうするとそれがやりすぎじゃない可能性もあるんですよ。まず自分の基準なんで、やりすぎっていうのは。ほうれん草っていうのは報告をまめにしましょう、連絡をまめにしましょう、相談をまめにしましょうということですけど、実際に上司が求めているほうれん草の量、質は部下である1年目の皆さんがめっちゃやってると思っても足りないと思うことの方が多いです、どちらかというと。なぜかというと、この上司においては自分の考えてる動き方っていうのがあるんですよね。部下の美しい動き方っていうのが、こういうふうに動いてほしい、その動き方はもうかなり綺麗なものができてるんですけど、それを知らないことが多いわけですよ、新入社員は。上司がどう思ってるかわからない以上、自分を見せる、セルフ可視化大作戦として自分をとにかく見えるようにするっていうことの第一歩目が、やりすぎほうれん草というのが考え方ですね。確かに多すぎて怒られることってあんまりないですもんね。もちろんゼロじゃないですけど、全然やってないよって言って怒られてる人の方が感覚的には9割以上ですね。それがリモートであればあるほどより大事になってきますね。リモートだから大事なんですよ、余計。もう本当に見えないから。リアルだったら席が仮に近ければお互いの動きは見えるわけです。リモートだからこそ、これはもうやりすぎほうれん草がすごい重要になってると。なんでここはもうまずはやってみるっていうのがおすすめですね。リモートにおいて、これは新社会人に身につけてほしいなとか、こう振る舞ってほしいなっていうポイントが他にあったら教えていただきたいです。セルフ可視化大作戦というのがもう今回のもう一番重要なキーワードなので、それに紐づくものでいうと、一つ目がやりすぎほうれん草なんですけど、二つ目は7面3っていうのがすごい大事で、7面のメンターを3人持ちましょうってことなんです。でこれはまず一番最初に、仮にですよ、営業の第一グループとか企画第二グループとかどっかに配属されるわけですね。でそしたら多分おそらく上司という人ができたり、トレーナーっていう人ができると思います。普段上司とかトレーナーは業務上仕事の相談をすることが特に多いです。まず時にはプライベートまで話せる関係性になって何でも相談できるってなったら一番美しいですけれども、仕事の話がどうしてもメインなんで、プライベートの話までなかなか踏み込めないっていうケースがあるんですね。そういう自分という人となりをそのまま分かってもらって相談できる人っていうのが探しに行った方がいいと。それは何かというと、自分の直の上、上司とかトレーナーではなく斜めの人をピックアップした方がいい。例えば同じグループで直接業務が関わらない人、これも斜め。もしくは隣のグループにいる先輩、これも斜めだから OK。 もしくは全然違う部門にいる先輩、例えば面接でお会いした人とかね。だからそういった人とかに、斜めのメンター、ぜひメンターになってくださいとか、ぜひたまにランチでもさせてくださいみたいな形がいいと思いますね、相談としては。よかったら曽山さんになっていただけると嬉しいです。ああもちろんぜひですよ。ぜひぜひぜひ。ありがとうございます。ぜひぜひ。はい。まあ実はこの3人というのは別に意味はありません。2人でもいいし、4人でもいいし、5人でもいいんですけど、大事なことは何かというと、選択肢を増やしましょうということなんですね。自分の悩みに対する解決の選択肢を増やす場を作っておいた方がいいというのがポイントで、大体よくあるパターンは、新入社員の場合、これ曽山もハマりましたけど、一人で悩んで一人でもう苦しむっていうのがよくあるパターンなんです。なんですけど、社会人というのは同じ会社、組織、チームの中にいるわけで、周りにある脳みそ、先輩の脳みそ、仲間の脳みそ、これをフル活用してでも結果出したら全部 OK なわけですから、つまりあらかじめ一人で悩むような状況に追い込むのではなく、3人ぐらい斜めの相談相手を持っといて、もう本当にランチ行きましょう、ランチでヒアリングさせてくださいみたいな感じでいいんで、相談してみる相手を持っておく。で
この時にメンターになってくださいとか相談乗ってくださいとか言うのが難しい時もあると思うんで、一応ねお誘いの仕方もやっぱり一ついいやり方があって、褒めましょう、褒めてお願いしましょうというのはもう完璧なやり方で、例えば山田さんという先輩にお願いしようというふうになった時に、山田さんの仕事術めっちゃすごいって聞きましたと。なのでその仕事術ぜひ教えていただきたいんで、一度時間いただけないですかとか、山田さんの考え、会議での考え方いつもすごいと思ってます、なのですごいと思ってるんで、ぜひ一度お時間いただけないでしょうか、ランチでもいいです、もしダメだったら15分でもいいです、お願いしますみたいないう感じで、あなたのすごいところっていうのを、もちろんこれ観察しないとダメなんで、すごいところを見て、でそれを元にヒアリングをさせてください、相談乗ってくださいっていうのは、仮に忙しかったとしても悪い気はしないってことです。とりあえず3人ぐらい一度ランチに行ったり相談に行ったりして、例えばですよ、自分がトゥードゥー管理とかタスク管理っていう仕事の順番管理ってやっぱ結構若い人悩むんですけど、このタスク管理に悩んでるっつって A さん B さん C さんに聞くと、大体みんな適当なことを言います。それはなぜかというと A さんのやり方、 B さんのうまくいってるやり方、 C さんが好きなやり方、これなんですよね。でそうするとヒアリングを自分がすれば3つの選択肢が手に入るんです、ここで。でその中でピンときたものがあればそれを真似すればいい。でダメだったら B さん真似して、ダメだったら C さん真似してっていう風にやっておくと、上司とかトレーナーってもともといる人と別に3人いれば全部で5人の脳みそを借りられるわけですね。5個の選択肢を持った上で自分がピンとくるものがあってやれればそれでうまくいけばいいですし、全部ダメだったらもうそれしゃあないですよ、6人目行くしかないわ。でもただほとんどの人が選択肢1うまくいきませんでした、悩んで悩み続けるってパターンになりがちなんですよ。なのでぜひこれは選択肢を増やすってことが大事ということで、7面3っていうのはぜひやってほしいですね。ちなみにその7面3は社外の人でも OK っていうことですか？社外の人でも OK ですが、ただし良くないポイントがあるんです。会社のことがわからないっていうポイントですね。なので会社の中のいいやり方、会社の中で習慣となってるもの、会社の中で共通言語になってるもの、これが入ってこない可能性があります。ですので会社内のその共通言語とか方法を聞くという意味では、実際は社内の3人ぐらいに持っておいた方がいいです。最後にあのリモート化の新社会人で振る舞うべき行動をもう1点ぐらいお伺いできたら嬉しいです。 それはですね、グッドモッド面談というやり方なんですね。グッドモッド面談、はい、これは何かというと、グッド良い点ということと、もっともっと成長したいとかのモッドです。これをそれぞれグッドなこととモッドなことを元に先輩とか上司と面談を自らしましょうというのがとてもおすすめです。例えば僕が新入社員で上司と面談します、来週30分面談しますってなって、特に準備するものはない場合ですね、とりあえず面談しようかと言われている場合に、おすすめなのが自分のグッド、特にこれも3つぐらい書くといいでしょう。もうグッド3つ、自分のこの1週間1ヶ月自分なりに大事にしたこと、自分なりに成長したような風に感じること、誰かに褒められたこと、何でもいいので、まず前向きな言葉を自分に投げかけてあげるということをまず3つやりましょう。これね、ポジティブが先っていうのは特に若手で活躍する人のもう鉄則で、うまくいかないことが多いんで最初は仕事って、なのでネガティブに考えがちなんですけど、できるやつ、特にリモートでもできるやつは必ずポジティブなものを考えるんですね。でグッドな点を3つ書き出しましょう。でその上で成長ももっとしたいと思いますんで、もっと自分が成長できる点、これを3つ書きましょう。具体的には自分の成長のための課題を書くといいと思います。例えばスライドの資料の作成が時間がかかりすぎてるんで、これをもっと短くなるようにしますとか、これ何が起きるかというと、この3つについてどうですかねって投げかけてみてほしいんですね。自分で整理してみたんですけどっていうと、必ずフィードバックをもらいます。これだけ見せられたら、まあいい方でもいいし、そのもっとの課題のどっちでもいいんですけど、なんか言いたくなるわけですよ、上司としては、先輩としては。あ、ここはでも本当に良かったよね、すごく良かったよ、あの仕事っていう、褒められたらまず嬉しい、これ来たら超ナイス。残念ながらグッドのところは何も言われなかったとしても、もっとのところの3つを書いたら、あ、いいじゃん、確かね、ここはね、曽山君も伸ばした方がいいと思ってたよみたいなこと言われたら、あ、俺の進もうと思ってる道間違いじゃねえなって、これも自信になるわけです。で逆にこの3つが全部、いやいやいや、曽山君この3つじゃないから、
こっちだから、四つ目のこれだからって言われたら、それもそれで、間違えた方向に行かなくて、事故らないで済むわけですよ。この一点に行けば。そうすると、間違いになる道がどんどん狭くなるんで、いい意味で、正しい道、成功への早い道っていうのが、より早く進むようになる。そんな感じですね。それをやることでもう30分の質が圧倒的に変わりますね。そうなんです。なので自分からいい点と課題な点、これを自分で出して先輩にフィードバックもらう。こいつちゃんと成長に向き合ってるいいやつだなっていうブランドになると思います。佐山さんのお話本日お伺いして、その新社会人もちゃんと振る舞わなきゃって思いがちだと思うんですけど、それをできないところもしっかり伝えてさらけ出すことが成果を出すためのポイントであったりとか、円滑に人間関係が進む上ですごく大切なことなんだなっていうふうに学ばせていただきました。ありがとうございます。ということで本日の佐山さんのお話を参考にして皆さんも新社会人として頑張ってください。ということで本日はありがとうございました。頑張ってくださいね。 CR25 の YouTube チャンネルでは10分で学べて仕事や人生の活力になるようなインタビュー動画をお届けしています。今は情報が簡単に手に入る時代だからこそ、実際に行動できる人が強いと思ってます。行動すれば自分の可能性に気づいて視野が広がったり、失敗も必ず次につながる資産になります。 CR25 はそういう思いで、皆さんが一歩を踏み出すきっかけを提供したいと思っておりますので、自分の仕事や人生もっと楽しみたいという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。